クアン・ミゲル・エチェバリアは、キューバ、カマグエ出身の男子陸上競技選手。専門は、総幅跳び。総幅跳びにおける自己ベストは8メートル68センチメートルで、キューバ歴代2位、世界歴代10位の記録である。また2018年には、世界室内陸上競技選手権大会で優勝した。2015年7月にコロンビア、カリで開催された世界ユース。 陸上競技選手権大会で総幅飛びに4位入賞すると同年にカナダエドモントンでのパンアメリカンジュニア陸上競技選手権大会で7メートル76センチメートルを記録当時16歳で金メダルに輝いた2016年にはポーランドブイドゴシチュで開催された世界 U20 陸上競技選手権大会に出場予選では 当時の自己ベストとなる7メートル8 9センチメートルを記録したものの、決勝では5位に終わりメダル獲得を逃した。2017年7月14日、ミーティングでアトレティスモ・マドリードで自己ベストを8メートル2 8センチメートルに伸ばす。この年、イギリス・ロンドンで開催された世界陸上選手権大会に陸上競技キューバ代表として出場するが、 7 m 8 6センチメートルから記録を伸ばすことができず予選落ちとなった。2018年2月11日にフランス、メスでの大会で8立方メートル4センチメートルを記録すると3月2日にはイギリスバーミンガムで行われた世界室内陸上競技選手権大会での試技5回目で8メートル4 6センチメートルを飛び優勝。ルボマニョンが マーキーズ・デンディの持つ記録を上回った。その後3月17日に出身地のキューバ、カマグエーで行われた大会では8メートル40センチメートルを跳躍。3月31日にイタリア・ローマで開催された2018年、ゴールデンガラでは先日のルボマニョンガーに敗れたものの、屋外での自己ベストを8メートル53センチメートルまで伸ばした。6月10日、 IAF a f ダイヤモンドリー e の第6戦となる DN ガランに出場。最終跳躍となる6回目の試技で記録された跳躍距離は8メートル83センチメートルで、この距離を上回る跳躍は1994年以来約14年間達成されておらず、世界4位キューバ新記録となり得る跳躍距離であった。この記録は、 風速がプラス2.1メートルであったため、追い風参考記録とされたが、追い風参考記録を含めた世界第6位の8メートル74センチメートルを上回る第5位の記録となった。エチェバリアはこの記録を19歳で達成した。この大会後、次の目標がマイク・パウエルの持つ1991年樹立の世界記録8メートル95センチメートルになったと、 される。6月13日、チェコ、オストラバでの大会で再びルボ・マニオンガを破る。この時は、有効試技3回で、自己ベストを8メートル66センチメートルへ伸ばし、エチェバリアは、屋外記録で、世界10位となった。6月30日、ドイツ、バーとランゲンザルザでの大会で8メートル68センチメートルを記録、自己ベストを塗り替えた。 以下の記録は国際陸上競技連盟による公式プロフィールを出展とする。2017年のワールドカップにて以下の記録は国際陸上競技連盟による公式プロフィールを出展とする。ありがとうございます。